どうも、パピチンです。不器用でも楽しめるペパマリ実況16やっていきましょう。前回ね、オエドランドに川下りしてきてたどり着いたんですが、まだね、全然探索しきれてないということで、残りやっていきますか。じゃあまず、このマップで行ったら、左下は行ったのかな？なんで、ちょっと右の方行きますか。敵がいっぱいいると。めちゃめちゃおるやんけ。ここでチェイスしてって。くそ。あ、キノピオがいる。よいしょと。じっと動かず、この辺りを観察していました。お団子屋さんだね。お、兵法？この、じゃあグラスが平たくて飲みにくいったらあれはしない。ストロー持っててよかったわ。マリオさん、ストロー持ってます。これでよければ使ってください。飲み物を飲むための筒、誰かが欲しがっているかもしれない。おー、これが大事な、あ、間違えた。入国手形を見せますと。大名様のおなーりー。いがぐり。ストローを誰かが欲しがってるんだ。そんなやつおるんか。このお茶も、ただ苦いだけで口に合わなかったなあ。あ、いた。私はお茶は口で直接飲みたい派です。まあ私もですね。いかんせん猫舌だからさ、飲めないんだよな、熱いお茶。めっちゃフーフーしてるわ。忍者屋敷のチャレンジ前に、ここで準備するのが、いつものコースなんです。武器の装備をバトル、なな。ワンワンがいるね。あ、本当にワンワンがいた。あの、黄色いワンワンのこと言ったんだけど。ガチワンワンがいた。ワンワン。おっと、マリオさんでしたが。あ、そうそう。さっき全身緑の人がそこの忍者屋敷に入っていったんです。目にも止まらぬ速さで走っていたけど、何かいいものでも見つけたんですかね。わあ、その人忍者だったりして。動物触れ合いどころ、骨100両。なんだなんだ、触れ合いどころ。おちびの飼育日記。おちびの大好きな骨が品切れ中、お腹の空いたおちびには近寄ることすらできない。骨が必要なの？じゃあ、あのワンワンは、触れるのかな？ああ、やっぱ、いけないね。ワン怖いです。まん丸で可愛いお顔なのにとっても怒ってますわ。確かにワンワンって結構、可愛い見た目はしてるんだよね。怖いけど。そういや、お江戸ランドのお江戸ってどういう意味なんですかね。うん、おえってなるほど楽しくてどうしましょうみたいな。ちょっと何言ってるか分かんないですね。おま、穴ぼこだらけですね。紙ペラが足りなくなってきた。うん、いっぱい出てきたぞ。
まだまだおるんじゃない。盆栽お前はその格好なのか。盆栽ってどう動いたらいいんでしょう。そうね、嫌いですね。もっとお空を飛んでみたかったです。マリオさんもバット飛びで鍛えてみませんか。ん、なんかここ、おお、貫通できる。このままずっと折り紙編と過ごすんでしょうか。扉、扉。ってことは外から入れなかったのかな。先にこっち来ちゃったね。よし。ん？骨が見えたぞ、今。後ろの方で。オエドランドの建物って趣があっていいですよね。静かにのんびりできます。じゃあここで裏に行けるんだな。あ、カノンが骨ブーメランをしてると。カタカタ。やっぱり骨じゃキャッチボールやりにくい。じゃあストロー、ストロー使います。カタカタ。何それ？ん？違かった？じゃあ、フックは？マンホールフック。くそー。奪えないか。じゃあなんか、骨に変わるもんをゲットしないといけないんだね。なんだろう。じゃあ手裏剣の方行ってみますか。なんか遊べるんじゃなかった。手裏剣折ったな、折り紙で。よくここの手裏剣道場のスタッフよくいなくなるんですよ。もしかしてスタッフルームでサボってるんじゃないかな。ってことは？あー、いないね。じゃ、そのスタッフルームってところに行かなきゃいけないのかな？よし。おお、さすが、お江戸のシンボル、たくましいお城でございますわ。この中にスタッフのキノビオさんたちが囚われてるのね。さあさあさあと、スタッフを助けて、ついでに紙テープも取って早く遊びましょう。パワー系だな、お前も。門が開きませぬ。随分荒々しいですね。すみません、ここ開けてください。相当遊びたいんだろうね。いやいや、折り紙兵が中から開けてくれるわけないっすよ。あ、か弱い私の力じゃこのままは重すぎるのかも。マリオ殿、お願いします。開け、開け。いやいや、力王子じゃ無理っしょ。あれ？ここ、鍵穴があるっすよ。なんだ、鍵穴か。じゃあ鍵さえあれば開くんだ。簡単ですわ。でもお城の門の鍵なんて一体どこにあるんですかね。え、どこにあるかわからないの。じゃあ鍵を探さないといけないんだ。簡単じゃなさそうですわ。じゃあ鍵を見つけなければいけない。看板に貼られながらそこの門でのやりとりお聞きしておりました。アトラクションの扉はここのスタッフが開け閉めしてるので、
スタッフルームに行けば合鍵があるんじゃないですか。じゃあ結局、合鍵も見つけなきゃいけないので、2回セーブをして、忍者の、あそこに、なんだっけ、忍者のアトラクション、あそこの管理人もスタッフルームにいると。スタッフルームがどこなんだ。怪しい人が忍者屋敷の方へ走っていくのを見ました。あ、なんか緑の人？よいしょ。間をすり抜けていく。あ、髪がなくなっちゃった。この辺でよくスタッフさんを見かけるんだけど、スタッフルームが近くにあるのかな？ここはスタッフルームなのかしら？いや、音楽が、本当に、いいね。ちょっと折り紙集めたいから、倒しますか。よーし。折り紙を、いただいて。いやー、足りるか。あー、足りねえ。うん。魔法陣。神の手だ。神の手久々じゃない？これは、握る。叩く。はい。あー、キノピオか。川向こうにある大きな建物が忍者屋敷、カラクリです。やってみたいけど、なかなか歯応えのあるアトラクションだそうです。この宝箱はどうやって取るんだと、その前に。あ、これ池か。池っぽいね。彼は水遁の術の筒と間違えて手裏剣を持ってきちゃったでござる。中出てる。あ、口に加える筒はどっかにないでござるかな。ここで、ストローが。活躍すると、それはちょうどいい。まるで加えるためにあるみたいでござるな。その筒と拙者の手裏剣交換しようでござる。はい、かたじけない。では手裏剣でござる。手裏剣ゲット。これ、ね、的当て的なのできるの。髪の手がずれてるように感じることないですか。R でリセットできますよと。ここもなんか必要だね。鍵が、合鍵が。うん。嘘やん。よし、折り紙も美味しい。これだけかな。これじゃあ、これで、これ埋められない。あと一回。OK。ここも？ここはキノピオ？よかった。助かったけど、口の中は灰だらけです。口直しにお茶を飲みたいです。そういえば、筒やストローでお茶を飲む変なお客さんがいました。もうさっき言ったね、それは。あげてきたね。よっしゃ、スタッフルームに行きたい。解けるかな、謎解きの間。はい、ポーズ、なりきり写真館。じゃあ写真館から行きますか。よし、曲げとかあるね。ほら、怪しい。そうでしょう。写真を撮りに来たのに私が写真になってしまいました。
このカメラマンさんとかは囚われちゃったのか。スタッフルームを見つけないとどうにもならんね。あ、捕まってるけど、その前に壁を直すと。おいおい、どっから行くんだこれは。引っ張る。屋根からたまに足音が聞こえるんです。ネズミですよね。なんか茶色いの見えたけどな。入国手形。大名様のおなーりー。水神神殿の水車。よいしょ。あ、聞く。ハリボテ寝てる。動かない。でかい音鳴らして起こせ。ハリボテ？なんだハリボテって。おお、金だ金だ。金がいっぺえ出てきてら。もっと出ない。こんなもんか。よし、じゃあ、あの上に乗ってるやつは大きな音を立てないといけないのか？よいしょっと。これで上から侵入できる？お、いけるね。ウェーブバトル。ダーンと。気持ちいい！ボム兵が取り残されたのか。マリオさん助かりました。ありがとうございます。このキノピオ何なんだろう。どこの人なんだろう。よいしょ。ありがとうございます。私ここのスタッフです。他のスタッフたちは、もしかしたらスタッフルームに避難してるかも。スタッフルームは園内の東の端。お客様の目につかないように入り口が分かりづらくなってます。東か。怪しいところは、まあ、この辺、あ、開ける。ここか、なるほど。これは分からんわ。いや、難しかったね、今の。ベンチ。よっしゃ、これで先進めるね。よいしょっと。なんか、え？サムスいない？誰だ？右の方にサムスがいるんだけど。あ、マリオさんでしたが、失礼しました。いや、その私、怪しい人がこのスタッフルームに出入りするのを見たんです。緑の服に緑の帽子で、すごく怪しい人でした。さっきから、その緑の人の出撃情報が、目撃情報が、なんだ出撃って。マリオさん、オエドランドが折り紙に襲われました。ここは私たちスタッフ専用のスタッフルームで、大事な備品がいろいろと。大事な、あ、ない。ないです。鍵がないです。ないのー、鍵ないのー。二人ともそんな大きな声出さなくても聞こえるっす。すみません、とっても大事な鍵なので。大きな声じゃ言いませんけど、オエドランド内すべてで使えるマスターキーなんです。マスター、なんだかガキの親分みたいな強そうな鍵ですわね。でもなくなっちゃったなんて、やっぱり私たちで探すしかないかしら。まずいね。サボっとるんか。はい、外れ、残念でした。またどうぞ。は、マリオさん。
私はここで一番人気のアトラクション、手裏剣道場の担当なんです。いたでも今日はなぜかお客さんが全然来ないので、ちょっとここで昼寝の方を。急いで手裏剣道場に戻ります。ぜひ遊びに来てくださいと。休憩上がりまーす。あ、閉じ込められたんですけど。ドンキーコングもいるじゃん。あ、マリオさん、オエドランドへようこそ。じゃなかった、オエドランドのスタッフルームへようこそ。この棚にある被り物は以前ショーで使っていたものです。今はもう使ってないので持って行っていいですよ。持ってける。猿の被り物。どっかで見覚えのある猿の被り物。バナナが似合いそう。怖いね、マリオさん。ちょっと被ってみて。どうやって被る？何の動物どんどん叩いてキーキー叫んでますけど。猿、ゴリラ、どっちでもなさそうですね。いいね、こういう。任天堂の。サムスって任天堂？メトロイドだっけ？クリボーの被り物。これは？暴れとるで。メガラリットルは。ば、ば。バカウキー。どこがだよ。そんなに面白いっすかね。だってだって。あの怖いハリボテ映画。マリオさんが被ると超弱そう。いやー、弱ボテ兵ですわー。こいつのツボがわからん。兄貴大喜利じゃないですか。鉄板ネタできましたね。あー、面白かった。折り目がよじれるほど笑っちゃいましたわー。ちょっと可愛いのかな。宇宙戦士の被り物。宇宙狭しと活躍しそうな被り物。丸まらないのが残念。ポロッ。お、すげえ。何かと戦ってるの？ちょっと怖いですわね。あの手ビームかなんか打ってるのかな？ちょっと寒いですね。サムとさ、スがカタカナってもう、確信犯よな。いいな、こういう要素を詰め込んでくれるのが、ペーパーマリオシリーズのいいところですね。この棚にある被り物は、読んだか。よし、じゃあ、手裏剣道場でも行ってみる。あ、キノピオがいる、上に。こっから行けそうだね。私は看板です。キノピオじゃないですよ。あ、マリオさんでしたか。ここの写真館では衣装を着て写真が撮れるらしいですよ。こっちの上の方も行ってみる。そういえば行ってないよね。あ、大きな音はこれか。ゴーン。あー、なるほどね。ハリボテ起きた。ここから出られる。いや、もうハリボテはどうすんこれ。倒していいん？よいしょっと。この子のハリボテは初めてだよね。よいしょ。謎解きの間。頼もう。ああ、開かないんだ。ここも鍵が必要。じゃあ今行けるのは、手裏剣かな？よし。なんか、ふてくされてない。
あ、マリオさん、休憩から戻って手裏剣道場を再開しようとしたんですが、肝心の手裏剣がなくなっちゃって営業できません。あ、持ってるよ。誰か手裏剣なんて持ってないですかね。ストローと交換したんだ。すごい、手裏剣を持ってるなんてさすがマリオさん。これで手裏剣道場が営業できます。手裏剣道場？お。手裏剣道場はシューターで手裏剣を飛ばし、的に当てる大人気のゲームです。ノーマルモードをクリアすれば、今だけスペシャル景品のサインボールをプレゼント。それは面白そうすぎますわ。やりましょう。練習なら無料ですし、ぜひぜひ遊んでみてください。じゃあまあ、エキスパート。全部無料じゃん。お大名は。じゃあノーマルからいきますか。練習なんていらないでしょ。ほほ。ぽいね、音楽が。ノーマルモードは手裏剣を的に当て、21点ちょうどになれば、クリアです。21点を超えてしまっても、制限時間内であれば、マイナス点の的で調整できますよ。マイナス点の的があるのか。それでは、ノーマルモードスタート。若干練習しときゃよかった感がありますが、あ、これで投げられる。よいしょ。21点ちょうどにしなきゃいけないよね。とりあえず取れる分だけ取って。じゃあ、あと3点をどっかで取りたい。あ、来たね。はい。OK。21点ちょうどクリアです。ノーマルモードクリアおめでとうございます。スペシャル景品ゲットです。野球をやってた頃のあだ名が一郎だった私のサイン付きサインボール。一郎って。手裏剣道場店主一郎のサイン付きキャッチボール。キャッチボールする？これも狙っとんな。手裏剣道場へようこそ。じゃあ、エキスパートもやっちゃいますか。次は松井かな。制限時間内に80点以上取ればクリアです。限界目指して挑戦してみてください。じゃあこれはもうとにかく当てていけばいいのかな。早速外したけどね、今。やばい、意外とむずい。8点を取りたいよ。マイナスになっちゃったよ。8点。はい。はい。うわ、くそ、やられた。あのキノピオは何？で早くくそ。いやー、普通に難しいんだけど。ちょっとじゃあ80点取るまで帰れませんよ。まあ、なんとなく分かってきた。8点は確実に取りたい。で、一発目外していくと。これ、ちょっと待って。OK。8点。くそ。じゃあ次。8点、8点。8点はどこ？あったね。あれ狙ってこう。ふぅ。待って。あー、くそ、やられた。待って。
OK。OK。よっしゃ、90点。よっと。90点です。ハイスコアが更新されました。まあ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 。まあ一発よ。今だけ限定の一点もの、スペシャル景品をゲットです。ハリボテのこの子。ありがとうございました。よし、じゃあ、今回はこの辺にして、また次回やって、続きからやっていきましょう。それでは、バイバイ。